メキシコ南京。メキシコ南京。マジで油で揚げたかったでしょ。どうしたらいいのね。南京の天ぷらとか食べたいよね。メキシコ。はい。トラッタッタッタ。フジコクッキングの時間です。肌にない黄色。みんなで食べよう。これを鶏肉で炊きます。たっぷり野菜だもん。パパパパパ。お助けさせ。パパパパ。私たちもうあっちへ行かない。あのことは。パン。パララ。パンパン。パパン。パンパン。パラパン。パン。パラ。パッパンパンパンこんばんはこんばんは使用人に任せておけばいいんです。で、考えたのがキリコは1年前にこの世を去っていた。ちょっと耐えちゃいます。これ一緒実はキリコは死の直前貴族探偵と遭遇し水利対決で反抗していた。胸肉をその場に残ってるやつ雷雨の姿も残ってる胸肉一緒に耐えちゃいます。秘書を務めているという謎の女。確実に殺せ続き。そうやらキリコは謎の人物朝宗惟真さんのことを調べようとしたことが原因でこの世を去った模様。貴族探偵第8番お楽しみください。酒醤油でどさっと胸肉あれどさっと胸肉。ちょいちょい、お前今更やめてくれよ。俺とお前いくつ離れてると思ってんだよ。この人も知っていますよね。胸肉。おお、この人のおかげで気持ちを置いてきたよね。年間からって所在家に配属になったんだよ。お前どうしてるんだ。胸肉。私の師匠です。マジか。名前は北見キリコ。名探偵と呼ばれて社交界にも幅広い人脈を持っていました。キリコさんっていうのかよ。会いたいなぁ。でも会えると思うて約束してたしな。どこに行った。すみません、うちの前にこの世を。なんで。おい、すみません。どうしたの。事故です。美人だなぁ。なったら元気。花瀬さん、1年前の徳田電子社長の事件で師匠に会っていますよね。あの事件で師匠と貴族探偵が対決していたんです。二人が対決したすぐ後に師匠が死にました。しかもあの白鵬会では。白鵬会って桜川家の向こうの日、医療法人白鵬会にはあの貴族も関係しています。どういうこと。私は師匠の死に貴族探偵が関係しているのではないかと考えています。一年前のことは何か覚えてませんか。いや、あ、それは鈴木さんとかいう秘書が来てたな。どんな人ですか。美人。それとこの名前に名前は正宗先生。正宗小宮さんだと思います。秘書が調べてたんです。この方がまたネット出ちゃってたってやるんで。いや、それがダメなんです。ギリ、正宗小宮さん。Yeah.